舞踊を超えた息を呑む天上の美、現代によみがえる古代文明の英知、舞台を超えた魂に響く歴史と文化の旅、お見逃しなく。シェンユン、チケット購入はシェンユン .com/jp。 ニューヨークを拠点とするシェンユン芸術団は世界有数の中国古典舞踊芸術団です。11月17日、シェンユン芸術団は声明を発表し、ニューヨークタイムズが最近掲載したシェンユンを攻撃する一連の記事について、記事の内容が虚偽に満ちていると指摘し、関連する事実を明らかにしました。シェンユン芸術団は11月17日の声明の中で、シェンユン芸術団と飛天学校が多くのアーティストを育ててきたことに触れ、私たちは伝統を信じ、私たちの信仰を持ち、私たちは思いやりと敬意を持って私たちのアーティストに接するべきだと信じています。しかし、ニューヨークタイムズの最近の記事については、私たちの組織の慣習や文化を大きく歪曲し、虚偽のイメージを描こうとしており、まさに私たちの信仰を攻撃するものだと指摘しました。声明では、シェンユンは毎年8つの芸術団が世界を巡回し、共産主義以前の伝統的な中華文化や美徳を復興することをテーマにしていますと説明しています。一方で、中国共産党はシェンユンが示す中国伝統文化が自らの支配に対する脅威であるとみなしており、世界各地でシェンユンの公演を妨害するため、あらゆる手段を用いてきました。その手段には、各地の劇場や関係者に外交的圧力をかけることや、中国にいるシェンユンアーティストの家族を拘束することなどが含まれています。シェンユンは声明の中で、ニューヨークタイムズの記事が少数の不満を持つ元アーティストたちの個人的な話に基づき、事実と大きく異なる内容であると指摘しています。実際、シェンユン芸術団に所属するアーティストの 85% は成人であり、残りのポジションは付属する飛天大学と飛天芸術学院の才能ある若者たちに開放されています。また、学生がシェンユンの公演に参加することは、ニューヨーク州教育局が承認したカリキュラムの一部であると述べています。シェンユンは声明の中で、飛天のすべての学生が全額奨学金を受け取っており、それには食事や宿泊が含まれ、年間でおよそ5万ドルに相当すると指摘しています。また、巡回公演中のすべての費用は会社が負担しており、高級ホテルでの宿泊、食事、さらにはほとんどの娯楽活動まで含まれていると述べています。声明では、シェンユンのアーティストたちは努力と献身の精神を持って取り組んでいるものの、スケジュールはニューヨークタイムズが主張するような疲弊させるものではないと述べています。このような表現は少数の極端な事例に基づいているに過ぎないと指摘しています。これに対して、大多数の学生は飛天学校が自分たちの夢を実現する手助けをしてくれたと評価しており、多くの学生の保護者たちも入学後に子どもたちに見られた前向きな変化に感銘を受けていると称賛しています。また声明では、過去25年間ニューヨークタイムズが一貫して中共のプロパガンダに沿ったファールンゴンに対する報道を続ける一方で、中共による人権侵害の暴行を無視し、また近年ではファールンゴン学習者が設立した団体に対してますます敵対的な姿勢をとっていると批判しています。それにもかかわらず、シェンユンは中共による20年以上にわたる国境を越えた弾圧やニューヨークタイムズの攻撃に屈することなく、中華5000年の文明が持つ美しさ、荘厳さ、神聖を示すという使命を揺るぎなく果たし続けると述べています。 NTD ジャパンがお伝えしました。 What's happened to this world we're living in? Why? For the 4 years he has been on this earth, he has known nothing but war. Wherever I go, the things I see, I just want to turn away. The
dreams I have, the stories I could tell, will they still be possible? This year, more than ever, I need a brand new world. A clean world. Where I can improve myself and be inspired. My stage can be anywhere and everywhere.But it begins here. Ganjing World, a brighter way of life.